ラエティ番組やってるものなんですけど、はい、簡単なアンケートのご協力よろしいでしょうか。アンケート、はい、5分ほどで済みますので。じゃあ、はい、大丈夫です。ありがとうございます、はい、すみません、じゃああちらの方になりますね。あ、この車ですか。はい、そちらの車になります。あ、わかりました、はい、乗っていただいて、はい、はい、じゃあよろしくお願いします。はい、すみません、お願いします。はい、あ、違います、あの、すみません、あ、違います、あの、お姉さん、お姉さん、すみません、お姉さん、違います、あの、お姉さん、お姉さん、お姉さん、すみません、あの、お姉さん、すいません、そっちじゃないです。あ、お姉さん、すいません。え？え？ちょっと、あの、すいません。あの、説明不足だったんですけど、すいません。ごめんなさい、あの、運転、なんだと思ってるんですか？あ、違います。あの、ちょっと一回出ていただいて、鍵だけ開けていただいて、すいません、あの、なんと、これ、これ大丈夫ですか？どうも。あれ？あれ？すいません。え？と、これ？あ、アンケートの、はい。あ、アンケートの。番組の、はい。あ、なるほど。やられて。はい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 。アンケートは？え、すいません。え、アンケート受ける感じですか？あ、はい、そうです。アンケート受けてくれって言われて。あ。で、5分ぐらいって言われたんですけど。あ、後ろだと思います。後ろ？はい。あ、後ろ2台でしたよ。あ、そう、中で受けれるようになってて。あれ？はい。いや、でも座席なかった気がします。あ、でも一応なんかその、一応中でできるようになってるけど。いや、え、でも、なんか達田さんに何か言われました？はい、車乗ってくれって。こっちですか？はい。ちょっと達田さんに俺も聞かないと分かんないです、それは。あ、そうなんですか。はい。アンケートをやってくれって言われたんですけど、アンケートはありますか？持ってないっすね、ちょっと俺は。あ、ここにない。今日ちょっと補佐で入っただけなんで。あ、分かってないのか、じゃあ。すいません。さっきの、さっきの男の人に、そう、はい、車に乗ってくださいって言われて。タサさん、じゃあ会社に何か忘れたのかな。会社か。あ、なるほど。あの、運転してくれってことか。じゃあ。っていうことかな。タサさんいねんな。多分そういうことですよね。っていいんすかね。いきますか、じゃあ。じゃあ、ちょっとそうですね。まあ。はい。あ、いきますか、じゃあ。いっちゃっていいですか？はい。じゃあ。でもちょっと、え、ここでの撮影は、じゃあ、え？え、普通に、え、待ってください、はい、街頭で喋りかけました？街頭で、はい。え、ちょっとのアンケートお願いしますって。はい、運転。あ、あ、じゃあ後ろですよ、はい、多分。いや、でも後ろ2台でしたよ。あ、後ろ2台の中で受けれるようになってて。あ、すいません、俺スタッフさんで達田さんに車乗って運転して会社行けって言われたなと思ってたんですよ。違います？あ、じゃあ会社行けばいいんだ。じゃあ、え、あ、会社にだってアンケートあるってことですもんね。なんか、え、この仕事やってますか？え、撮影の、いや、なんか撮影のなんかよりではないですけど、でもアンケートやるから、はい、とりあえず車乗ってくれ。あ、じゃあとりあえずシートベルトいいですか？行っちゃいましょうか。っていいのかな、これ。ん？あ、場所わかります？会社の。場所わかります。ちょっとそこまで案内してもらっていいですか？いや、ちょっとでも、これいいのかな？行くか。はい。行くしかねえよな。いなくなっちゃってるから、多分別で移動したんじゃないですか。会社行けってことだな。ちょっと、ね、達さん連絡取ってみようかな、一応。ちょっと行きます。はい。ちょっと待ってくださいね。達さん、待ってよ。そっか、でも行った方がいいか。まあ、そっか、なんか、言われるまで覚えた方がいいか。ちょっと、じゃあ、達さん。だって、あるってことですもんね。はい、会社にはアンケートあるじゃないですかね。はい。あ、降りてもらって、降りてもらって。あ、降りてもらっていいですか。あ、あのさっきの。あ、なんか行けって言ってるかも。あ、な、オッケー、わかる、オッケー、オッケー、オッケー。あ、降りてもらって。あ、降りてもらって。どこですか？行きましょうか。行きます。じゃあ、すいません。すいません。はい、すいません。行ってきまーす。行ってきまーす。ちょっとどこ行くんですか？ちょっと。